今回は宇宙局本部のスクロールバグについて検証してきました。このスクロールバグ、少なくとも去年の12月のリーグ開催時にあったようで、現在に至るまで治ってないようです。それで今のリーグがまた宇宙局なのでいい加減バグの発生条件を探ることに。結果としては3人で RTA 中に私以外の2人が気づいたのですが、その後ある程度の発生条件を絞るために私が引き継いで調査。とりあえず大まかな発生条件はわかりました。ガチで調べるならデバッグ作業になるので、それだと項目が多すぎて個人でやる範疇を超えてしまいます。だからなるほどね程度に捉えてください。このバグを使用した RTA はまさに ME% と言えますね。話を戻して、通常はここの敵を倒した後インタラクトします。するとモジュールが持ち上がって運ばれていくのが流れですね。その間敵が出現するので倒します。通常はこの運んでいる時間がくっそもったいないわけです。RTA 中だとなおさらです。それがバグを使うとどうなるのかというと、オレンジの進行方向を示す点に注目してください。はい、もうバグっています。バグると最初の敵を無理に倒す必要もなくボスエリアに進行できます。今回は他の検証もしたかったので敵は排除しています。向こうにオレンジの点が出ている時点であそこの扉にインタラクトできます。一応従来のインタラクト作業も表示されます。こんな感じで待ち時間をスルーして次に行けます。そして検証したかった内容が、セーフハウスに飛んでもまだバグは発生しているのか、ということ。RTA 中に戻ることはないと思いますけど。バグはまだ発生していますね。ちなみにインタラクトしても次のエリアには行けます。ボスエリアにたどり着くと格納庫の扉が全開状態で、エージェントは先に侵入できます。敵が先にいないちょっとレアな状態です。最後のインタラクトするところは反応なし。モジュールが来ないとダメのようです。引け身も先に仕込めるのでちょっと有利。と言っても先に倒しても結果的にモジュールが来るまで待ちになりますが。改めて扉を開けると進行します。バグ発生後にリセットかクリアしてもう一度モジュールがある場所に行くと。敵が鬱陶しいので排除しています。難易度を変更してもこのバグは有効です。さっきはチャレンジでしたがその後ハードに変更して検証しています。で肝心なモジュールがある場所はもぬけの殻。ああ、説明中に打たないでくれ。この状態でインタラクトするとどうなるのか。セリフは入りますが肝心なブツがないので進行不可になります。つまりは、罪です。しかもバグ発生後、ここまで来ても駆使しないとこの状態は解除されません。なので割と面倒な作業です。進行するには自爆しましょう。するとモジュールが復活します。ここから先は通常のやり方と変わりません。次はバグなしとありの時の違いを比べてみましょう。
実はこの時点ですでにバグが発生しているか否かわかります。わからなかった人のためにもう一度、上の進行指示に注目してください。もうわかりましたね。この時点でバグありの方は汚染エリアにアクセスするが出ています。次はバグの発生条件を順番に見ていきます。まずは普通にミッションをやります。一番最初の挑戦なのでバグは発生しません。この状態はホストに依存するので、野良でやるなら自分がホストになると意図的に起こせます。ボス手前のインタラクトまで来ましょう。このままクリアしても大丈夫ですが時間が惜しいのでリセットします。そしてまた挑戦します。 RTA をするならここで何度もリトライすることになりますね。カットすると編集で別の動画をつなげたと思われてしまうので倍速します。ぶっちゃけソロでやるとここの ABC が面倒でしょうがない。死んだらこのエリアの最初からやり直しなので。無事に終わりました。そしてバグが発動します。成功しました。何十回やって全てこのパターンだったので発生条件として大まかなところはこれだと思います。本当に細かいところを調べるとキリがないので私はやりません。まとめです。まずは走ってボス手前のインタラクトまで行きましょう。次にリセットかクリアして再度走ります。エレベーターの扉を開けるときに、汚染エリアにアクセスするが出たらバグ発生。バグありでクリア後、再度挑戦するなら再びモジュールがある場所まで到達。自爆してモジュールを出した後、ボス手前のインタラクトするまで進めるノイカループ。もしかしたら人によって発生しない場合があるかもしれませんが、私は責任を取らないのであしからず。またこのパターン以外でもバグが発生するかもしれません。それでは皆さん良いエージェント生活を。